やっぱ素人だな。俺から言わせたらまだまだ素人ですよ。いいよ、普通にしてても。もう喋れたから大丈夫。はい。はい。皆さん聞こえますか？ワドツ。音入ってたら教えてください。ちょっとマイク普段と違うかもしれないですけど。聞こえますか？聞こえてたら手挙げてください。聞こえる？ちょっとマイク遠く感じるのはね、俺が遠くにいるからであって問題ないから。聞こえてたら手を挙げてください。あれ聞こえてる？大丈夫？みんな聞こえてる？聞こえてたら手を挙げて。聞こえてたら手を挙げて。はい、ワドツー、聞こえてたら手を挙げてください。大丈夫？ありがとう。コメントをさばくのどうするかだよな。これ聞こえてるね。じゃあこれで配信しながら切るか。とりあえず布団、髪の毛落ちるからそこで切るから。うん、ビニールは？ビニール引く引く。ゴミ袋のビニールをカットして、うん、ガムテープで留めようと思う。はーい。もう休憩できた？できた。じゃあベッドの上のものをとりあえず後ろの側側の方に移動しといて。はい。配信をどうするかだよな。カメラ、マイクはここで OK だよね。うん、マイクはここで拾えてるって言ってたから。どうすっかな。なんか引っ掛けるいいものが欲しいな。もうちょい高さを出したいな。なんかないかな。なんかないかな。高さが出て。こんな感じかな。これだと距離感出すぎんだよな。なんかいい方法ねえかな。これくらいかな。こんな感じか。これが限界かな。こんな感じかな。いや、そこでいいよ。いいか、これでいいか。これでいい？どう？みんな。これでいいかな？どうですか？これが限界だよね。毎度。OK？ じゃあこれでいくよ。こっからコメントが俺が確認できるかな、あとは。あ、画面でかくすればコメント見れるな。オッケー、大丈夫だね。オッケーだね。いい感じじゃないか。ちょっと普段と違う環境だから、ちょっと整備させて。で、コメントが見れるように大画面にすれば、これでオッケーじゃない？コメント見れる？そっから。でも見れない。あ、見れるね。オッケーだわ。で、やっぱカメラの角度もうちょっと、ちょっと高くして、うん、これでいいんじゃん。どう？ OK？ OK だったら手を挙げてください。 OK ですか？ OK かな。はい、 OK。 じゃあトイレ行ってきます。髪の毛切ってもらいます。いや、切るときは先に切ってから染めた方がいいですか？それとも染めてから切った方がいいですか？
どっちがいいかな。こっち分けがいいんだけど。どうするもんか。切ってから染めるよね。どうする、髪染めるのからやる、カットするのからやる。切ってから染めるよね。え、切ってから染めるよね。俺もそれ考えてたんだけど。切ってから染めるってみんな。みんな切ってから染めるって。じゃあ切ってから染めるか。どうしよう、濡らした方がいい、このまま。少し濡らした方がいいんだよね。ただその前にビニール袋引かないと髪の毛。あ、引かない。ストーンも全部。うん。はいはい。いや、いいよ。真ん中立って。お客さん。でもプロの美容師は染めてから切るんだよ、本当。本当はね。なんでかわかる？いっぱい。なんでかわからないの？なんでかわかんない？なんでわかんないの？わかんないよ。俺もわかんない。さあ、わかんない。本当？考えたこともない。でも美容師さんはあれだよね。あ、でも長い人はさ、切ってから。いや、止めてから切る。え、そうなの？金が取れるからかな、その方が。薬剤いっぱい使えるから。いや、このハサミできるから待ってて。染めてから切るのが普通だよね。わかんないよ。世の中にはわかんないことがいっぱいあるんだ。わかんなかい。ヨンタンさ、あのさ、もうさ、生主の彼女がさ、いい加減覚えて。カメラに誰も映ってないとリスナー離れるんだ。ああ。もういい加減に覚えてほしいんだよね。切ってもらうんだ。うん。もうね、あの、配信者は、もう、閲覧とか、リスナーが、そう、リスナーが怒ることはやっちゃいけない。常にリスナーのことを考えて配信やってる。でもさ、近くに配信者がいると感じるでしょ、それ。あ、こんなに大変なんだって。そう、カメラの角度とかさ、あの、その映りとかさ、セリフとかめっちゃ考えてるの分かるでしょ。あれね、バカじゃなくてできないんだよ、配信者って。配信しながらいろいろやってるんですよ。こんばんは。ほんともコメント読めるでしょ、うん、やっぱ、でかいモニターのおかげだね。劣化モニターのおかげだよ。可愛く切ってもらいます。こんばんはってほら言ってるよ。こんばんは。配信者素人芸だと思われちゃうんだよね、どうしても。いいなって。じゃあこれをガムテープで留めるから、うん、ちょっと端っこの方に引っ掛けといてほしいかな、うん。あっち？ここまで、要はのんたんが座るところ、あ、いいや、とりあえず広げといてくれればいいや。うん、はい、ワドツー、古代さんいらっしゃい。古代さんいらっしゃい、ワドツー。ぴょこたん先生とか金梅さんの配信見るとわかるよ。リアクション芸を素人にさせるとき絶対カメラでこうやって確認して映ってるか見るから。今度見てごらん。この前ぴょこたん先生の YouTube 見たじゃん、うん、あのホームレスの人がリアクション撮らせるボケのときに必ずカメラが気にしてるから。これね、あのプロ配信者と呼ばれる人は絶対これやる。不自然なね、目線とかがあるから。テープは？テープ？髪の毛、こういうところ。テープって何？こういうところにやる。あ、それ欲しい？服についちゃう。服についちゃうか、お嬢様育ちだな。え、だって美容院でやってくれるもん。それも作れと、俺に。あ、じゃあビニールかぶればいい。いや、なんかこれを羽織るようにしたいんでしょ。わかっ、作ってあげる。やった。しまった。しまった。カットに間に合った。カットしてもらいまーす。カット配信見に来たかったんだね。もっと端っこをさ、端と端合わせて。
で、端と端を留めて。結構こんな感じ。何センチぐらいかぶせて、2センチぐらい。もっともっと。あ、ピンって引っ張れば分かる、両方とも。両方ともピンって引っ張って。それで、かぶせて。いい子だ。いい子だ。よくできました。じゃあ、それを、こう、つないでいって。こうね。俺言っとくけど、あの結構斬新な感じでかっこよくはなるけど、結構斬新な、いいよな、働いてねえんだもんな。せめていい。俺の理想の髪型作っていい。はい。俺の理想の髪型。お願いします。俺がかっこいいと思う女性の理想像を作るから。はい。お願いします。小さい頃外でよく髪切る。俺もさ、子供の頃親父に初めて髪切ってくれた時さ、親父がモヒカンにしてわーわー泣いたらしいの。本ぞりのモヒカンにされて、それで坊主になった。うん。そう。親父にいじめられて。よいしょ。これをひっくり返してください。はい。はい、こっちが持ってね。で、横横。そうそうそう。で、広げて。で、こっち側に。向こうが引っ張って。よいしょ。オッケー。ここもちょっと目張りして、ちょっとずつ。はい、くるりさんいらっしゃい。和道の髪はノンタン切るの。いや、別に何でもいいと思ってるけど。このね、髪の毛にはそんなにこだわってないかな、俺は。これだけやっとけば大丈夫。はい。和道のカットの腕前。俺だってずっとさ、自分で切ってたからさ、そんなに下手じゃないの知ってるじゃん。センスの塊だからね。センスだけでここまでやってきたからね。信じます。ただ、俺の好み、俺は別にカット下手じゃないけど、俺好みになっちゃうよ、どうせ素人だから。いいよ。いい。じゃあ今度はのんさん。ビニールテープをそこで、布団とビニールテープをくっつけてください。頑張るよ。俺マザコンっていうか年上好きだね。はい、どんどん。適当でいいよ、これ大きな感覚で。これで布団にいくら髪の毛が落ちても大丈夫だ。俺はでもほら母親からさ、あんま愛されてなかったから、あの年上の人が好きなのはマザコンなのかもしれないよね。マザコンではないか。マザコンプレックスって実の母親を好きな人だもんね。もう乗っかっちゃいないよ、こちらに。で、適当に目張りしよう。じゃあ、これで OK ね。今度、ノンタンのケープ。濡らしてこようか、その間に。え？濡らしてこようか。まだいい、まだいい。タバコ吸っていいよ。ケピー。あ、カメラの角度ずれてるもんか。まっすぐに戻す。それよくさ、生主がこうやってやってる。いいじゃん。ちょっと待って、動かないで。コンドームマンみたい。ちょっと待って、動かさないで。いいですよ。で、なんかあれじゃん、ちょっとパリコレモデルの最先端。ノンタンこれさ、手ここ入れて、で大きく広げて、どこ穴開いてるとこ、どこやった、穴開けたじゃん俺。そこからこう手伸ばしていって、早く
そうそうそう。あ、これもう最先端のパリコレモデルですよ。モデルだ。うーってやった。う？上うーって向いて。あ、超かっこいい、超かっこいい、最先端だ。羨ましいわ。子供だよね。もう親がさ、貧乏な親が子供のカットするときだ。どうしようかな。なんかさ、美容師ってこうやってやるよ、うん、なんなのこれ。美容師ってやたらここ最後にこうやってやるのムカつくんだけど。いいっすねつってこうふわーってここをもてあそぶよね。いい出来ですねこうやって。なんだのこれ。これあ、でもあのここのさ、ほらここやるよね。あとドライヤーやるときに無駄にこうファーファーって遊ばせるよね。こうやってファーファーってこう、うん、ハートプレゼントありがとう。じゃあ一服しててください。はい、僕も一服します。よいしょ。新しい灰皿買ったんだ。そうだ、それはお披露目しようよ。うん、のんちゃん、じゃあ買ったものをお披露目してください。なんだっけ、あそこの店。なんだっけ、この袋に書いてある無限堂じゃなかった。あ、無限堂で買いました。寝室の灰皿がお香入れだったんだよ。寝室って言ってもまあそこがベッドなんだけど、ちょっと灰が散らばっちゃってたので、新しい灰皿を買いました。ちょっと待って、のんちゃん。よいしょ。ちょっと待って。いいでしょ？いいデザインじゃない？灰皿。1300円だった。無限堂1300円でございます。無限堂の灰皿買いました。これここに置いてもいい？前に置いても。これ全然いいよ。前に置くの？あ、そっか、飲んだが吸いやすいよとか。いいよいいよ、全然。おしゃれだよね。のんちゃんが選んでくれた。和道さんはオレンジ色が似合うって。いつものチャンダンのお香でーす。チャンダンのお香。なんかさ、ネットで最安値だと、これさ、いくらだっけ ?700 円とかでも安いんだよね。うん、で、ビレッジヴァンガードだとこれ1200円するんだけど、400円だったこれ。安いでーす。高円寺で買ったら100本入りで400円だった。ネットじゃこれ売ってない。ていうか、転売しようかな、俺。400円でさ、買ってさ、700円で売れるんだもん。転売できるっしょ。お香屋さんやろうかな、インターネット。アマゾンでお香屋さん開こうかな。あとは気になブレスレット。木がなんか樹脂のブレスレット。木風樹脂のブレスレット。モンタンが灰皿を選んでくれた。モンタン近くで灰皿見せたけど多分映ってなかったよ。一個一個石になってるんだよね。そう、一個一個かな。中野ちゃんいらっしゃい。モンタンが灰皿あの選んでくれました。2人で使う灰皿。かわいいでしょ。貼り付けてある。石と陶器でできてて、もう中見せてあげて。神社クッキーありがとう、中野さん。綺麗だよ、ね、ありがとう。おしゃれだよね、インテリアとしても。クッキーありがとう。クッキーはあのスクワット。クッキーは違う、スクワットじゃない。あのクリスマスツリーがスクワット30回。モザイクっぽくてかわいいよね。あ、おいおいおい、開けるけおい。ゲルゲ、うん、使うのもったいないよね。でも女の人のあれだな、カットするの緊張すんな、ちょっとな。これで和道さんの好みの髪の、俺本当に俺好みにしちゃうよ。
いい、うん、これちゃんとやって。あ、でもいい、見える、画面に見えるか大丈夫。そうだ、俺の彼女ゲルゲルじゃなかったわ、間違えた。じゃあ自動延長入れます。失敗しないでっていうか、まあ人生って失敗の連続だから、俺から言わせたら。失敗しない人生なんか生きたくないよ。ん？失敗しない人生なんて人生じゃねえよ。私その、あ、そうなんだ、お尻さ、マライカっていうアジアン雑貨で買った。へえ、お揃いだじゃん。お、ブロリー来た、ブロリー来たよ。ブロリーが来た。フリーザとブロリーが集まった。お、ブロリーありがとう、来てくれて。ブロリー。ブロリーフォローして。今日ね、フリーザがフォローしてくれたから、ブロリーも集めたいとか、ドドリアとかザーボン集めたいって言ってたの。ブロリーいらっしゃい。超ウェルカムだから。ブロリー来たよ。ドラゴンボールキャラ集めるね。鬼奴じゃないです。僕の彼女です。うん。フォローありがとうございます。ありがとうございます。フォローしてくれたリスナーさん紹介します。フォローしてくれたリスナーさんは、ももさん、のぶさん、タクトさん、タカさん、ボタンさん、ゴンタさん、ゆうくんさん、ピンクさん、ありがとうございます。フォローありがとう。ブロリーウェルカム。お、マロも来た。マロいらっしゃい。でもさ、正直さ、俺前回切ったじゃん髪の毛。ないなと思ったの。確かにショートにしてくれたら嬉しかったんだけど、違う。俺が超かっこいい髪型にしてあげる。はい。ゆうさんいらっしゃい。よろしくお願いします。いや、失敗しない人生なんか面白くないでしょ。どうしようか。俺の飲み物はないの？ポカリ。ポカリ。ポカリ飲むか。コーヒーは？もう飲んじゃった。コーヒー飲んじゃった。うん。髪切って染めます。まずね、外人っぽい顔じゃん、ノンタンは。で、俺いつも言ってんだけど、ベッキーが金髪にしたらただの外人なの。わかる？だから外人系の顔の人は黒髪が生えるんだよ。で、目鼻立ちはっきりしてるじゃん。だから濃い黒の顔の方がいいと思う、俺は。黒の髪の毛がいいと思う。だから今日ノンタンをまず真っ黒にします。ノンタンが嫌がってたんだけど、ノンタンは明るい色が好きなんだけど、やるんだったらド金髪とかの。中途半端はダメ。うん。攻めるから。カリスマが。カリスマが。やっぱノンタンサムネが効いたみたいな、もう1000人超えた、累計。うん、そう、ノンタンおしゃれに行くから超かっこいい髪型にするから。黒髪がいいよね。そうだよね。そう、ハーフ系とかツチアンナとかも、何、外人の顔じゃん、やっぱハーフで。あの子も金髪にすると外人になっちゃうんだよ。黒髪で、外人っぽい顔は映えるの。雪の女王さん、ありがとうございます。ノンタン、ありがとう。クッキー、クッキークッキー、ありがとうございます。さあ、腕が鳴るな。ちょっとタバコ吸わせてください。今帰ってきたところなんですよ。今帰ってきたところです。黒髪、そうなんだよね。実はなんだかんだ言ってね、黒髪って珍しいから、日本人だとみんな黒髪だからあれだけど、黒ってすっごい外人からね、羨ましいって言われる色なんだよ。バーガープレゼントありがとう。あ、ベルプレゼント。ベル初めてかな。あ、ベルありがとうございます。ベルかわいい。ほら、俺好みの女にするぜ。よし、行くか。じゃあカットから行くか。ハサミは100均で買ったんですよ。スキバサミとか。スキバサミ？オッケー。ハサミあるね。ちょっと見づらいな、この見える？この距離でも。うん。見える。もう一人デカくするわ。俺がもう目が見えないから。黒になります。うん。ノンタン黒にします。ちょっと待って、コメントデカくするね。そう、フリーマーケットから高円寺に来ました。これくらいかな。これくらいかな。もうこの辺とか一回全部もう金髪になっちゃってるから。初見さんいらっしゃい。濡らさなくても大丈夫。
濡らした方がいいかな。ちょっとじゃあ、かぶってからでいいよ。ゆっくり。ゆっくり楽しもうぜ。そう、後ろのがお風呂です。お風呂とトイレだね。うん、ユニットバス。グイユン。大丈夫、大丈夫。スキバサミからやる。スキバサミで最後、普通のハサミ整える感じかな。うん、スキバサミやな。あ、バーガープレゼントありがとう、ブロリー。ありがとうございます。遊びながらやっていいでしょ。もうちょっと前座ってほしいかな。もうちょっとだけ前、もっと前、もっと前、要はその前が一番前ぐらい、もうちょい前、その辺かな。うん、それ、それくらいでいい。正座でいいの。油かけばよいしょ。ただビニールを剥がさないように気をつけて。はい、うん、それでいい。ベルプ、ジンジャーありがとう。宣伝にタオル、あー、そっか、髪の毛タオル、ちょっと待ってね、髪の毛がさついちゃうとあれだからタオル用意してあげる。今度はタオルどこ。そしたらあれ、あのタオルは、あのタオルキロ、うん、キロさんのどっかにかかってるはず。あ、違う、枕の辺にあるかも。何、それも宣伝しといて。お客さん、すいません、髪の毛あげます、すいませんすいません、よしよしよし、ちょっと髪の毛かからないようにしますね。これカガプロ、これ3枚です。1万円です。でもできいいよね、これ皆さんよろしくお願いします。はい、のんたんはティロってます。のんたんティロってるんで、香川さんグッズは強制で買おうと思ってます。3枚1万円です。3枚で1万円、1個だと3500円。そう、でもね、結構物いいんだよね。プリントもしっかりしてるし、なんかね、矢沢永吉のタオルみたいな。そう、しかもすげえすげえ、ロゴのところもちゃんとほら、そうだよ、すごい、あのタグのところあるじゃん、タグのところも香川プロって入ってる。これ作り相当いいよ。細かいですよ。細かいよ。日本製の綿 100% だから3500円、ちょっとお高いかもしれないけど上質ですよ。そう、これは全然。てかなんで俺香川さんの宣伝してんの。なんで俺香川さんの宣伝してんの。これ香川さん全然。香川さん、あのギャラください。儲かってないんだよね。香川さん、風船3個分ぐらいのギャラ、いい仕事したと思うんで、後で風船3個ぐらいください。うん、なんで俺自分の枠で香川さんのグッズを宣伝してんだよ、おかしいだろ。よし、じゃあどうしようか、濡らす、うん、濡らしてこようか、うん、ちょっと濡らした方がいいですね。はい、はい、シャンプー入ります。シャンプーはしないでしょ。一応じゃあ濡らす、洗面台濡らすぐらいで、うん、洗面台ちょっと濡らしてみて、そう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 、ツバネを襲撃した彼女、ツバニャンに BB 弾撃って襲撃した彼女です。霧吹き買ってないわ、ごめん、家切りだから。本当は霧吹きがいいんだけどね、格好つけるんだったら。ブロッキングなんかやらないよ、一流はハサミ一本で何でもできるから。俺のよ、おいバカがよ、お前100均で買うわけねえだろうがよ、おい見ろよ、全然ちげえから、おいかっけえだろなあ、おい、どうなるかな。お、大丈夫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 。あ、もう上のトップも濡らしてきてほしい、はい、バーガープレゼントありがとう。髪染める前に一度は洗うんですか。いや、洗わないよ。うん、ほんとは長袖のとこ服ついちゃう。あ、いや、ビニールかぶってる、かぶってる。うん、流血なんかしない。ハサミの持ち方違う、ハサミの持ち方違う、合ってるよね、ここ指引っ掛けるやつだ、合ってるよね、うん、よいしょ、よいしょ、よ
ろしくお願いします。はいはいはい、ちょっとこれで水分軽く、うん、薬指入れるんだ。まあ俺美容師じゃないからね。後ろ消した方がいいですね。雑光なんて。ああ細いね髪質、うん。トリートメントも買えばよかったな。うん、あるよ。いつもトリートメント。じゃあのんちゃんやり方間違えてる。トリートメントちゃんとやるとすっごい次の日全然違うから、うん、これやってあげようか後でトリートメント、うんうん、あープレゼントありがとう。和田津です。楽しんでってください。和田津です。今から彼女の髪の毛を切る配信します。可愛くしてもらいます。可愛いっていうかね、かっこいい系にしたいんだよね、うん、じゃあかっこいい系でお願いします。そうそう、ティロさんのタオル、あの髪の毛ついちゃうから外そうか。はい、繊細な髪の毛ですね。仲良しでーす。仲いいよね、うん、ツバニャンはブロックされてます。あ、それブロックされた。うん、ジョギジョギ言ってます。俺ガンガン行くよ。彼女とりあえず悪いなこれ、うん、彼女47歳です。切れ味クソ悪いわこれ。ツバニャンすぐブロックするんですよ。コメントを任す、うん、どうなるのかな。襲撃、あ、そう、和道さんとコラボしたんで怒り の, あの BB 弾打ち込みました。いや、それからしばらくコメントしてて仲良くしてくれそうだったんだけど、そう、なんか急にブロックされちゃったんですよ。また切れ味悪すぎこれ。百均なんですね。百均でひどい。これはちょっとひどいわ。俺もされた。みんなブロックされてる。これはひどいな。なんでだろう。なんか多分機嫌が悪かったのかな。それね、なんかね、仲悪くなる気はないんだけど。仲良くしてくれるかなと思ったんだけど、あー、そうなんだ。みんなブロックされてる。ハサミは何？ん？1500円ぐらいのハサミじゃないとやっぱ切れない。切れないね。最低でも、あの、な、薬局とかで売ってるギャッツビーとかのやつだと切れるんだよ。あー、まだね。うん、いいな。冷蔵庫にある食材で何とかするのが主婦だからな。そうですね、うん、私はそうですね、一回配信しました。また気が向いたら配信したいです。そう、すぐブロックす
するんですね。私も金梅さんの暴露してだから本当ですかってコメントしただけでブロック、やっぱすぐブロックしてなんか嫌ですよね、ブロックされたら。まさにジョキジョキ、いやジョキジョキ言ってます今。あ、また来てください、リーさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。どこ、あ、また来てねリーさん。え、タバコ吸ってていい？うん。のんたんのカット終わったら嫌がっても和道さん交代してちょきちょきしようねだって。別にいいよ。あ、でもまだ伸びてないからな、うん、つまんない。つまんないっていうか仕事やってるから。あ、そっか、あんまり遊べないんだよね。別に俺スキンヘッドとかさ、モヒカンとか全然平気な人だけど、うんうん、まだちょっとね会社があるから。そうそうそう。バックスはすぐブロックして、今は過疎化、配信やめるネタにして、そうやめるやめる詐欺で、ちょきちょき短くしてもらおうと思います。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。よしさんいらっしゃい。いらっしゃい。楽しんでってね。楽しんでってね。アップル配信ですか。すげえな、300人くらい、うん。あ、牛丼ぐちゃ混ぜ男さんからいらっしゃい。こんばんは。牛丼混ぜ男さんからいらっしゃい、ワドツ。そう、絶対なんかやめるやめる詐欺だから、あれは。真顔でシュール。そうそう。今髪の毛切って、真剣に切って可愛く切ってもらわないといけないから、かっこよく切ってもらわないといけないから。こんばんは。せっけてる。あ、ちょっとだけパーマがかかってるから。パーマ取りたい。うん、まだね。目を閉じましょう。ネタちゃん、よ、コメントが読めない。オンタンにコメントさばいてもらいます。うん、今コメント、あの、なんだろう、配信者になる練習もあるから一生懸命。あ、ジョキジョキ音が聞こえるんだ。あ、音楽、あ、音楽が聞こえてるんだ。そうか、ティーリッティッティッティーリッティッティッ。そうだね、なんか座るやつがあったんだけど、あったらいいんだけど、椅子を置けるスペースがないと、はい、うん、ありがとう。頑張って配信できるようになりたいと思います。ちゃんと読まないとダメだね。配信するの楽しみにしてるね。お部屋そんなに狭いの？狭いよ。マロンさん、小田井さん、大丈夫、スクワットで鍛えた足腰だ。そう、初見さん、カスさんいらっしゃい。いらっしゃい。面白かったらフォローしてってね。面白かったらフォローしてください。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。アップル配信です。今日はリスワン取れそうだね。どうだろうね。うん。ほら、まあ、それはその日その日の流れがあるからさ。うん、毎日楽しむのが一番いいんだよ。そういうのをあんまり振り回されずに。
そう。配信者にできるのはその日自分の最大の面白い配信を出せるかどうかだから。あ、花火じゃ。花火ありがとうございます。ハッチさん、花火ありがとうございます。ありがとうございます。幸せですか、ドアさん。幸せです。スクワットしながらカットっていう、すごい。面白かった、今。ペルプレゼントありがとうございます。ありがとう。彼女さん、チワワみたいで可愛いですってサホさん、ありがとうございます。爆走死ねばいいのにねとか、ほんと嫌われてるよね、うん、だってすぐブロックするんだ。全然悪口書いてないのにブロックする。ディスってないのにブロックする。その笑い方が気持ち悪い。バクソのアンチが来ちゃった。もうブロックした方はね、もうブロックされちゃった方はみんなこっちに来てください。ここで平和に過ごしましょう、みんなで。もうジョギジョギ切られてます、今。かっこよくなります、これから。竹本にただの中二病のクソジジイやねーかってコメしたらブロックされました。まあ中二病ですよね、ちょっと竹本さん中二病入ってます。中二病っていうか痛いんだよね、うん、面白い。イタキャラを目指してる。イタキャラおじさん面白い。それはそれでちょっと面白い。結構足痛いんだよ。避難所になりましょう。じゃあここでみんなでほっこりしましょう。多少のアンチコメはここは大丈夫ですか。後ろこれくらいでいい。はい、大丈夫です。全然大丈夫です。はい、恋の字から帰ってきておりました。のもぽんさん、いらっしゃい。こんばんは。先輩、裸の王様がコメントしたらブロックされました。先輩って呼ばれてると思うか。違う、王様、何なんとか先輩っていう、やから先輩かな。目は整形じゃないです。ほんとは確かに整形っぽい顔だよね。そうかな、整形がっぽい顔だと思う。鼻とか顎とか目とかがパッチリすぎてるから、うん、でもね、あの近くで見ると整形じゃないの分かるよ、うん。
いやそんなにね、あの整ってる方じゃないんで。まあでも嬉しいじゃん、整形してるぐらい整ってるって思われてるんだから。多分あのカメラの効果多少綺麗に映るんだよね、カメラ。あ、わかる。カメラはだいぶ印象変わるよ。うん、結構みんなブロックされてる。でも普通にこんな感じです。そんなに大きい、すごい大きい二重っていうわけでもない。なんかちょっと腫れぼったい感じ。整形したい人はそういう顔にしたいんだよ、その系統的に言ったら。前パーって前髪出してみればいいじゃん。本体やたら整形整形言われるよね、整形顔。いいんだ、褒め言葉じゃん。どちらかっていうとなんか腫れぼったい感じかな。そうだよね、うん、全体的に。脂肪とか取ってもらいたいなとは思うけど。いいよ、そう、和道さんより年上です。椿鬼奴さん、椿鬼奴さんがあんまり知らないから。でもテレビ見ないからね、うん、テレビ見ないからあんまりわかんない。今度見てみます、椿鬼奴さん。鬼奴は結構面白いよ、芸人さん。あ、面白い方がいいよね。でも、うん、やっぱパチンコおばさんの。で、ネタがほとんど海物語で、核変がどうのこうのみたいな、うん、そういうネタばっかり。何かあればすごすぐブロックゲーする。ああ、爆笑はすぐブロックゲーするのかな。こっちがうまくいってんな。うん、少しドキドキ。まあでもすぐ髪の毛伸びるんでどうにかなると思います。こんな感じにはしないから。付き合って長いんですか？何ヶ月ぐらい？付き合って大体3ヶ月ぐらいだと思います。パンツアホーさんありがとうございます。風船10個ありがとうございます。ちょっと短くなりそうですね。短めにしてる、かなり。ショートカットにしてもらってます。あ、ソバージュなんだ、ヤッコさんは。ソバージュってこんな、こんな、こんなショートカットにします。彼女メンヘラって。ヤンデレ。あ、ヤンデレ系。かなり切る、切りましたね。いや、後ろはね、もう結構ガッツリいってるから。さん、切るのうまいねって言ってる。後ろを見せてみようか、うん、後ろをがっつり切ったからカメラちょっと、あ、カメラ届かないかな、後ろ見た方がいい、モンタンが。もう一回休憩していい？どんぐらい？結構がっつり切ったでしょ。もうちょい、あの結構がっつり切ったよね、後ろ。大丈夫。大丈夫。戻ってきて。戻って休憩し、今飲んで。よし。ちょっと今、ヘル変わってきて。本当だーって言って。風船ありがとうございます。風船。いっぱいありがとうございます。ありがとうございます。あ、いい感じだって。本当にありがとうございます。チークポーンしてるから。あ、ちょっと言っちゃった。はい、チークポーンって分かんない。出会いはもともとね、リスナーさん、リスナーでオフ会で初めて会いました。ワドツー。はい、ワドツー。美容師っていうか、まあ天才物理学者ですね、僕は。天才。あ、でも和道さん何でも、僕は天才物理学者です。
何でもあの器用にやってくれるんで、そこは安心して任せてます。切るの上手だって、うん、まだね全然まだね、うん、山で言ったら3合目だね。ハーフじゃないです。普通に日本人です。でも黒いです。茶色じゃん。茶色か。薄いの。いいよね。そんな悪くないよね。ちょっと横向いてる、うん、そんなに悪くないよね。かっこいいよね。まだサイドもうちょい切るんだけど、そっちはね失敗してんの。そっちまだ手こ入れする。逆側見せてあげる。こっちがうまくいってる方。かわいいよね。そう、かわいいでしょ。後ろはこれくらいでいいかなと思ってる。そこっちが成功してんの。反対側見て。反対側見せて。反対側はもうちょっと手こ入れする感じ。いいよね。かわいいよね。やったー。みんなかわいいってよ、うん、ほら行ったじゃん。まだまだだよ。全然だよ。日曜大工とかも好きだよ。うん、いい感じだよね。うん、さすが。まあ天才物理学者だからね。本当に。あの顔はね、あの初見さん手挙げて。初見さんとか普段僕のこと知らない人を手挙げてください。可愛い、ありがとう、くみちゃん。僕はね、あの顔はね、大体福山雅治と小田切丈を、足して3をかけた感じの顔ですね。大体足して3かけて、でオーランドプルームで割った感じです。はい。で天才物理学者です。はい。でお腹は剣道小林みたいな感じですね。難しい。ちょっと難しいな。わかりにくいな。よくわかんないか。そっか。残念です。くって言われた。へとのとへの間なのか。くって初めて見た。あ、想像できないか。うん、うん、なるほど、わからん。こんな感じです。めっちゃイケメンそう。めっちゃイケメンそう。来てくれてありがとう。なんかサンボマスターみたいじゃん。だから僕は歌うんですよ。だから僕は歌うんですよ。だから僕は歌うんですよ。消えてた。サンボマスターみたいな。リスナーさんが今消えてた。消えた。高見盛り。弾いてます、うん、俺は初見で和藤さん見た時牛島くんかと思った。やたら言われるよね、牛島くんって。全然意識してない。やばい、二重箱になってたって。二重箱にしたんだよ。スキルだわこれは。スキルすごい。いいスキルだ。培ってきたスキルだわこれは。あ、フォローしてくれた人ありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、トムさん、カズさん、リエリさん、パンダさん、スズケンさん、パーピルさん、モモさん、ノブさん、フォローありがとう、うん、ドクターペッパー、俺と彼女はね、あの酒飲めないんだ。ドクペジュースしか飲めないんです。俺はもともと飲めるけど酒やめた感じですね。僕はお酒は飲みたいけど頭が痛くなっちゃうんでジュース飲んでます。二重顎。じゃあ顎を引くの。ぐっと顎を引いて、で下から映すの。思いっきり下から映してごらん。カメラと。聞いてる？だって場所がぐちゃぐちゃになっちゃう。なんか韓国で流行ったんだよね。
あの、ツイッターとかの動画、ショート動画で、こうやって撮った後に、こうやって撮った後に、こうやって撮るじゃないですか。こうやって撮った後に、うん、こうやって撮るみたいな。なんか斜め上から撮るとかっこよくなるみたいな。こういう動画流行ったよね。なんかこうやってやってさ、こうやって20枚にして、こうやって変顔した後に、こう切りって。どうも。これ流行ったんだよ。あったよね。最近流行ってないよね。かっこいい。そう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 。あったよね。最近見ないよね。よし、行くか、そろそろ。頑張るぞ。ゆっくり楽な姿勢でいいからね、楽しみながら。いや、プロじゃないから時間かかっちゃうんだよ。うん、超かっこいいよ、こっから見て。超かっこいい、超かっこいい。うまくできてる。やった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 。こっち側できて整えてるから反対側行こうか。はい。得意技は何ですか？バックスクリュードライバーです。美容師さんとかっていつもどういう会話するの？天気いいですよね。あ、普段あれですか？ん？その服好きなんですか？あ、これしかないんですけど。おー、でも、うん、シンプルな生き方っていいですよね。そうですよね。うん、なんか物に溢れすぎなんですよね、最近は。あ、なるほど。だからシンプルに服とかこう、うん、着こなしてる人見るとかっこいいなと思いますよ。T シャツ2枚ぐらいしかないんですけど大丈夫ですか？いや、いいじゃないですか。なんか最近流行ってるみたいですよ、ミニマリストって言って。そうなんだ。うん、よかった。物に溢れすぎなんですよ、最近は。趣味とか 何があるんですか？趣味はあのインターネット。あ、どんなサイト見るんですか？あのふわっちとか。どんなサイトなんだろう、見たことないな。あの投げ銭式なんですよ。投げ銭。そう、お金稼げるんですか？そうなんですよ。へえ、すごいっすね。もともとずっとそのサイトを見てるんですか？もともとニコ生見てました。あ、ニコ生面白いですよね。ニコニコ生放送で、はいはいはい、うなちゃんマンとか見てました。うなちゃんマン、有名な人なんですか？うん、有名なんですよ。こんな感じかな、やっぱりね。刈り上げたら似合いそうって。刈り上げたかったんだけど、刈り上げは嫌だって言われた。本当は刈り上げたかったんだよね。あんまり、あの、なんだろう、攻めすぎたらダメだから。後ろのなんていうの、こう、うなじ？うなじの毛が長すぎ、首だから刈り上げちゃうのよ。ああ、あえてもうガン攻めしちゃうっていう。あんまりでも頭の形が良くないから。いや、悪くないよ、そんなに。だから絶壁かと思う。多少絶壁かと思う。あ、今日和道さんに服買ってもらいました。うん、セーターを買ってもらいました。セーターあれ似合いそう。後で着てみようよ、黒く染めて。うん、俺も服1枚買ったもんね。高谷さんこんばんは。高谷さんこんばんは。面倒だから坊主に。坊主でもいいんだけど、そしたら今度ウィッグを買わないといけないからね。余計面倒そう。ウィッグを止める場所がなくなっちゃう。両面テープで。そう、あれかいい買い物だったなと。500円だっけあれ。セーター、セーター、セーター500円。セーター500円。俺のは1000円のなんかジャケット。そう、高円寺の古着屋さんでなんか買って、あれ良かったな。かわいい、セーター。かわいいよね。うん、古着楽しいよね。古着楽しい。うん、安くていいものいっぱいあるから。え、声がローラに似てる。あ、初めて。ちょっとローラっぽく言われてみて。え、ローラってどんな感じ？ほんとねーみたいな。タメ語でバカっぽく喋る。タメ語でバカっぽく。タメ語でバカっぽく？タメ語でバカっぽく喋ればローラになる。難しいな。もうローラをあんまり見てないから。あー、似てるかもしんない。
そうだよねとか言ってみて。そうだよね。あ、似てる似てる、わかるわ、舌足らずな感じね。うん、ローラは多分声質近いかもしれない、気づかなかった。あるわ。全然ローラはあの、うん、いや、あのローラはオッケーって言って、オッケー、あ、似てる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 、超似てるね今の言い方。雑誌とかでしか見たことないから、うん、似てる、超似てる声。あんまりあの、なんだろう、テレビ見てないから。そうなんだよね、テレビ全く見ないもんなんだから。リアル人の話わかんないんだよね。なんかオッケーとかやってるとこぐらいしか見たことない。うん、でしかもすごい昔のテスコの部屋とかで出てたローラぐらいしか見てないから。超面白いやつだ、神回のやつだ。超面白かったよ、テスコがピキってたやつだ。そんなのしか見てないから全然なんかね。あ、似てるかも確かにローラの人。じゃあちょっと研究します。研究して。研究しようかな。え、どういう風に言えばいいのかな。うん、研究するって言えば。うん、研究する。あ、似てる。似てる似てる。じゃあこれからローラで行く。普段でもなんだろう、タメ口使わないから、うん、そうそう、ちょっと上のハイトーンの声出して、だいたいいつも敬語使っちゃうから、うん、好きな芸能人は桜井の、あれ違うよ、ミスチルの桜井さん。全然俺と顔の系統違うって。え、違くなくないよ。嘘。ほんと。ミスチルの桜井と俺全然違うよね。桜井くんイケメンじゃん。いや、目が、うん、あの細くて、うん、やっぱ鼻がちょっと高い感じの。うん、いや、和田さんの横顔がすごいかっこいい。横顔、うん、ねえ、ミスチルの桜井さんかっこいいよね。かっこいい、俺も好き。ローラとウナのコラボに行きたい。だって、えローラとウナのコラボに行きたい。いや、ローラよ、おい、うん、うん、お前よ、うん、ウナのフリートーク難しいんだよな。ウナちゃんは普通に喋れないの？俺のね、ウナね、限られたパターンしか持ってない。アドリブ力が意外とない。あ、スティーブ・ジョブズ似てるって。ステイハングリー、ステイフーリッシュ。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。かなめさん。あ、美人ありがとうございます。あざーす。あ、え、美人ありがとう。今ちょっとローラの練習してて、似てるって、声質が似てるって言われるからローラの練習してるんだけど、ちょっとローラを見たことがないからわからないんだよね。こんな感じかな。あ、似てる今のは。ウフフっていうの、あと語尾に、そうそう、松田らしくウフフっていうの。こんな感じかな。こんな、どんなウフフかな。もういいよ。あ、もういい、もういい、もういいんだ。ローラまだ引っ張んない。似てみてって言われたの。ローラだよ。うん、おひねりさんのトレーニング。付き合って3ヶ月ぐらいです。じゃあ今度配信するときはローラで。頑張ります。ローラだよって。何のトリミング？お稲荷さんのトリミング。お稲荷さんのトリミング。どういうこと？すげえな。
1時間で2800人なんだけど、どういうこと？お稲荷さんキツネかな。わかんない。こんばんは。マナユちゃんかな。マナユさんはね、最近よく来てくる。多分サメ島さんあたりから来てくる。先週くらいか。知り合ったのは配信を見てて、で私が、オフ会に参加してそこで知り合いました。配信なかなかねできない。彼女の何歳かが気になる。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。47歳です。海引っ掛けてない。引っ掛けるのやめて、うん、引っ掛けてない、うん、大丈夫。風船、ハチさん風船10個ありがとうございます。風船10個ありがとうございます。そんなに悪くないな。散髪してもらってる。そう、のんたん散髪です。散髪ナウ。いよいよこの辺手つけるか。なんかかっこよくしてくれるって言われて、痩せてて、いやこれでもだいぶ太ったんですよ。これも一生懸命食べて多分2キロぐらいは太ったと思う。ラインがすげえ来てる。ピコンピコンって言います。なんだこれ、タンプ連動されてんだ。そう、16歳差です。ぜひお肉を、あ、でもお肉は胸につけてほしいかな。ちょっと超巨乳に、巨乳気分を。スタンプ攻撃。スタンプラインしてるのブロックしようか。あんまりね、スタンプ攻撃はやめてください。配信妨害だからブロックしよう。配信でね、邪魔になるといけないんで。まあ猫さんと思いました。ブロックします。あ、ありがとうございます。ブロックです。みっくん風船ありがとう。風船ありがとう。あー、かわいいブラじゃないのか。あんまり巨乳だと。あ、バーガーありがとうございます。風船ありがとうございます。あごと鼻もうやってないですね。何回言われてんの最低って。なかなか言われるよ。鼻もこんな柔らかいです。あ、そう、整形してる人、鼻をいじってる人はここにあれ入れてるから軟骨じゃないから動かないらしいね。動くの職人が。何も入ってないんだよ。こんなに柔らかいです。にゃくにゃく。あ、こいつまだやってんだ。さっきも言ってたよ。まあ、いいそいつブロックするわ。ブロックせんと。あごもくのくのです。ただの脂肪です。はい、ブロックです。はい、さよなら。鼻のんたんね、自分のこと低いと思ってんだよな。鼻高いよね。横向いて。鼻は、うん、こうやって見てると多分なんだろう、目の方が出てると思う。ここの真ん中の鼻よりここの目の脂肪の方が出てるから、うん、多分正面から見るとなんか高く見える。はいはいはい。うん、いやでも低くはないよ。相対的に見てパーツのバランスってことでしょ。あ、鼻は別に低くないのか。多分目の方が出っ張ってると思う。そうだ。目がでかすぎるんだよ。うん、眼球がもう出てる。なんかワックスとかつける普段。うん、あの髪だよ。うん、オッケーオッケーオッケー。何似てる。オッケー。
あ、いい感じじゃない、ってくみて、ありがとう。いい感じでしょ、そんな下手じゃないでしょ、下手じゃないよね、全然いけるよね。お仕事はやってないです。ファイナルミートコミントさん、初見さん、いらっしゃい。いいじゃん、いいじゃん、うん、横向いてみて。はい、香川のオナペットです。そう、香川のオナペット、うまいよね、うん、あ、丸くなって綺麗。そうそうそう、丸くなって可愛い。ここを崩したいんだ、うん、なんかよくハーフっぽいって言われるんだけど、なんか別に目がギョロッとしすぎなんだよ、多分。目がギョロギョロしちゃってんで、そうそう、 それでね、ハーフっぽく見える。イメージが変わって、美人さんからかっこいい、かわいい、かっこいいだね。俺が好きなのその辺だから、かわかっこいいを目指してる。このちまきの考えがないんだよね。めんさんならしょうがない、癖だから。それはとりあえずのっさん、どこ出身なんですか？東京です。東京生まれ東京育ちです。悪そうなやつは大体友達オタクのやつは大体友達引きこもりも大体友達こんばんは、はじめまして。生活費は、パパポです。野田通りと一緒だ。そう、野田くんと一緒でパパポです。違う、あ、この辺かな、この辺だろ。こんばんは、はじめまして。初見さん、いらっしゃい。よかったら、フォローっていうの、うん、フォローしていってください。なんだ、バトン出ちゃった、飛んでた、耳切らないようにねって。あ、マリアさん、あ、一緒に住んでないですよ。遊びに行って家が近いから、家が近いんでしょっちゅう来てます。旅配信は一緒にちょっと行かれないですね。うち犬と猫がいるんでお世話をします。串は使わない縛り、串は今んとこ使ってない、ね、串とかって技術が必要なんだよ。あの、串使った方が綺麗にできるんだけど、こう整えてこうやってやるって長さを測るのよ。こうやってやるじゃん、美容師さんって。そこで、ここで逆して、逆さにして、わかる？こうやってやって切るじゃん。だから、こうブロックにして、ここの段をこうやってやって、こうやって切るんだよ。だけど、それはね、やっぱ専門的な技術だから、無理。それよりも、毛先をだんだん切っていって、バランス整えていった方が、素人は失敗しない。いろいろ髪の毛にテンションをかけながらやったりとか、そう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 、それはできないから、やっぱ下積みしてる人じゃないと。あれはちょっと難しい。そうそう、よし、左右違うからアシンメトリーだから、うん、いいでしょ別に、うん、ちょっと待って、こっちまで整えたいね。よいしょ、いい、ハサミで子供の、あ、でもみんなでも子供の時はお母さんとかお父さんに切ってもらう。私はいつもお父さんに切ってもらってました。そうだ、楽しいよ、うん、で、だいたい髪の毛の前髪を短く切られすぎて、なんかいつもへこんでたうーって。ここ耳にかけてんのか、普段だからここ薬になってんの。しかもなんかワカメちゃんみたいな髪型にされてた。
今度は向こうに座って、うん、でこっち向いて、はい、逆逆逆こっち向いて言ったじゃん、ごめんもうちょい後ろ行ってもらっていい？はい。全国、全世界。あ、上向いて。引きこもりが、うるせえやばいよね、やっちまうぞっつっていつも喧嘩して、うん、学生の飲み会だった、うわまあ土曜日だからね、ね、一番いい人はゆっくりだよ、お腹いつも騒いでる、うん、休憩する？タバコ吸いたい？一回休憩してもいいよ、俺もちょっと休憩してもいいかなと思ってる、うん、山造編のペースでお願いします、プロのペース、一回休憩しようか、うんうん、休憩入ります、うん、休憩入ります、スタッフいいよ、髪崩していいよ、手が危なかった。タバコ吸って休憩します。だいぶそうだね。後ろなんかもかなりバッツリいってるよ。後ろ見せてあげて。後ろっていうかまあこれ癖がついてこれあれなんだけどパーマの元があるから変な感じだけど横向いて。この辺とか綺麗にかっこよくなってるよね。だからセットでこう流してあげて、前結構切るんだけどこれから。で最後全体整えるけどかっこいいよね。ちょっと後ろ見て。ちょっと後ろ。この辺とか綺麗に切れてると思う。反対側。反対側。これは。ちょっともうちょっとこの辺行ってもいいかな。いい感じですよ。お客さん、いい感じですね。いいですね。長井真理子。わすごい茶色かったね。だから言ったじゃん。だからね、ガラッと変えてみないと気づかないんだよ。風船ジョッカーありがとう。みんなフォローしてくれた？みんなフォローしてくれました。黒染めたらね、かなり印象変わると思うよ。かっこよくなると思う。うん。うん、あ、ミックありがとう。俺はね、ジョン・レノンとオノ・ヨーコ目指してるから。シドビシャスとナンシー目指してるから、新しいフォロワーさん紹介します。椿さんフォローありがとう。チョコミントさんフォローありがとう。アッチューさんフォローありがとう。サブアカ復活さんフォローありがとう。僕ありがとう。トムさんフォローありがとう。風船ありがとうございます。あ、くる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 してる。またくる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 だって
くるくる治った。くるくる治った。くるくる治って見れてる人手挙げてください。歯が弱えな。入り直した？どう？見れてたら手挙げて。業務連絡、業務連絡。なってない？スタッフー。スタッフ。二人年。僕はね、31歳で、彼女は47歳。ありがとうございます。手挙げてくれてありがとう。見えてるね。うん、大丈夫っぽいね。ありがとうございます。あざーす。バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。あざーす。ありがとうございます。おい、誰の枠でデブのお前。俺が一番嫌いなデブのモノマネしやがったな。ありがとうございます。おい。ありがとうございます。一番、ニコ生で一番つまらねえデブの真似しやがったな。許さねえぞ。許せねえよ、あのデブ。ありがとうございます。結構好きなんでしょ。うん、あれ、痩せたらイケメンだよね。ぶっかけちゃん。はい、しねえ。ああ一番嫌いな配信者だわ。ありがとうございます。一番嫌いだからあいつ。彼女整形してないっつうの。何回言わせるんだよ本当に。失敗してこんなうるさいくなっちゃってちょっと困って、うん。なんかどこ直そうかなっていう。うん、BC みんなしてるんだ、ぶっかけチャンス。BC キューバ。そんなさ、首のところにあざあるじゃん。これあれだから、首、あのさ、右、逆、そこにあざあるでしょ、みんな。これが前回、あの、減らって、あの、自殺するって言ってぶっ刺したところだから。ここ一歩間違えてたら、ほんと出血多量で死んでるからね。ここぶっ刺したんだよ、ノンタ。もうちょっとこっちだった。もう、多分ね、1ミリ違ってたら、ほんとに死んでたよ。いや、別に理想は狙ってないよ、今日。うん、ほら、自殺配信で、2回やってるじゃん、ノンタ。そう、この間のやつ、そこ、やっと治ったんだよ。危ねえ、マジで。冷や汗出たもん、見て。あ、ここだ。そう、ちょっとかすってたら死んでたよ。ちょっとアップにしてごらん、ノンタ。寄ってみて。そこ。がっつり刺してるからね。プシュッと刺してそこマジでね、見た時ね、あ、これ1ミリずれてたら死んでたなと思った、うん、なんか襟んとこにドルルーッて出てた。でも、うん、あ、1位なんだ今日。マジか、今日1位だった。でもサメちゃん曰く刺さってたらピューって出るらしい。そう、あのピューって、そう、あの動脈、要は静脈だとドクッドクッって出るの、外側のやつだと、うん、でも動脈っつって中のやつがピシューって天井まで吹く。でドクンドクンって出る。だから一気に死ぬ、うん。おやすみなさい高橋さん。サメちゃんがピューって出たピューって出た。あ、だから静脈まで行ったんだよ、うん。人間なかなか死ねねえんだよな。そう。で、死ぬときはぽっくり行くんだよね。そう。だからね、死ぬ運命の人はぽっくり死ぬから。でね、神様って意地悪だから殺してくんないんだよ、なかなか。へぇー。そうそう、紙パックから牛乳がピュッて出る感じで出るの。へぇー。ピュッピュッて出るらしい、うん。そう、ドクンドクンでピュッピュッピュッて出るから。そのときはもうアウト。結構やばい。あ、金梅さんやってんだ。よっさんの忘年会だって。はい。でもまあ髪いい感じだと思うよ、うん、そう悪くないでしょ、うん、でも短い方が似合うよ。前髪、あ、そっちちょっと長いな。左右がちょっと違うね。長いわ。ちょっと逆向いて、うん、こっちはうまくいってんの。
したらもう逆向いて。ちょっと整えよう、後で。うん、こっち失敗してるな。もうちょい短くするでしょ。うん。よし。いいね。こっち側はもういじる必要ない。よし、やろう。もうちょい吸ってていいよ。こっちはうまくいってる。あ、うまくいってるわ。だいたい重さでわかるから。そっか。うまくいってる。短い方が似合う。本当はね、もうちょっとがっつりいってもいいんだよね。うん、この辺まで切っても可愛いよ。うん、どうする？切る？この辺は。いいや、うん、こういう感じの方が、ここを出っ張らせて、このライン、こうした方が綺麗な、綺麗に見える。うん、でしょ？あまりでも変わらせたくないんだよね。絶対こっちの方がいいよね。だからちょっと残したいって言ってたから、俺だったらこうしちゃうのよ、自分だったら。でも彼女が少し残してって言うから、ちょっと長めに残してるけど、これこっちの方が可愛いよ、うん、喧嘩してっていうわけじゃないですね。喧嘩したことないよね、一回も、うん、たまにへらっちゃうんです病気だから。そう、病気なんで。いろいろ見えた。いろいろお化けが悪くしてる。よし。じゃあさっきの位置に行って。よいしょ。前髪先に整えちゃう。はーい。僕は天才物理学者です。はい。あと天才考古学者でもあり。上向いてね。上向きで、俺の目見る感じ。そうそうそう。前髪は今から作る感じ。あ、ごめん。大丈夫。ハサミがクソだから。犬のハサミは何か犬より安いハサミで切ってる。話しよ、毛玉取るのに、バサミで毛玉取って。へぇ、あー、危ねえじゃん。動かない、大丈夫、うん、大丈夫。普通のハサミなら危ないから。いや、でもさ、毛玉取るのにハサミっていう発想が危ないっていう話をしてる。あの、隙バサミだと大丈夫。大丈夫、うん。毛玉をちょっとずつほぐしてる。好きなサミ。上向いて。
カリスマ美容師に来てもらって、いいじゃん、うん、プライベートサロンだからね。プライベートサロンの隠れ家的隠れ家的個室風美容室で完全予約制フルオーダーカットだから、うん、お任せしない、お任せしかやってないから、うん、うちは。自分で切ったでしょ前。ちょっとだけね、うん、ずれて上向いて左右の、ここのとこだけ自分で切った。草間弥生みたいな草間弥生みたいになってた怖え、目力怖え。あ、やべえな、失敗したな。え、うん失敗だなこれ。うわ、すげえな目力怖え、失敗したわ、うん、ちょっと前向いてみて目力が半端ねえな、草間弥生みたいになってんだけど水玉模様を描くおばさんみたいになっちゃったんだけど、やべえなこれ、これ黒くしたら草間弥生だろこれ、やべえな、あれちょっと前向いてこれ草間弥生みたいになっちゃったんだけどこれ水玉模様のメンヘラおばさんでしょ。もう少しついてあげようかちょっとこれはまずいな、つかなくていいよそんな。え、うん、これはまずいことになってきたぞ。もともとそうだね、草間弥生ちょっと似てるよね、入ってるよね、顔立ち的に。前髪すいた方がいいな。いや、いいよ。厚めがいい。もうちょっと上にしていい？上。厚めがいい。もうちょっと上の方までカットしていい？中途半端だから。いや、なんか怖えな、もうもう怖えんだけど、それこっち見て、怖いな、この辺だと怖いな。ちょっと目を向けて、ちょっともうちょい行くよ、うん、うん、もうちょい行くな、勝負に出よう、うん、ここまで来たら勝負しないと。この中途半端に攻めるから良くない。男は勝負だ。可愛いって言わなきゃいけないからね。どうしても。そういうもんなの。可愛くなくても可愛いって言わないといけないやっぱり。自分でやったからね。そこは。悲しいね。ちょっとこっち向いて、上向いて、超好みだよ、やべえな、ごめんね、正常にしなくなったらごめんねまだちょっとバックでお願いしていい、うん、なんて失礼なやつ、タオルかぶせるタオルをかぶせる暗い方がいいでしょ。やべえな、今日から俺草間弥生抱かないといけないよ暗い方がいいよ、目隠しされる、うんうん、横に入れたらおかっぱ、縦にハサミ入れるか、じゃあ縦にハサミ入れてこうか。パッツはダメってことかな。いや、そういうことじゃなくてね、長さが中途半端で怖いんだと思う。そこに手こ入れをしてくるんだけど、でも、すきばさみだからな。斜めには入れてるんだけど。じゃあ、普通まで、あとから、捉えれば。そしたら、パッツンになる。うん、パッツンにしたい？うん。目を出してあげたかったの。目隠れるのは、やっぱ、そう、
陰に、陰な感じが出ちゃうから、その雰囲気が暗くなっちゃうから。でも悲しいな。いやいやいや、そこを直していかないと。あの顔出すのは恥ずかしいから。どれどれ。クソマ弥生だな。クソマ弥生感が抜けないっていう。しょうがないよ。仲間だから。仲間だからね。大先輩だからね。草間先輩だから。草間先輩だから。草間先輩の作品見すぎちゃった。好きだったやっぱ、うん、いいよね、うん、あれって現実に見えてる水玉をなぞってるだけなんだってよ、うん、すごいよね、草間弥生感が出すぎてるな、新宿名誉区民だから、うん、本当でよくね、美術館で見に行った、嘘、本人、うん、美術館の作品を、あー、その辺がかっこいいよね、大好き、あと学校でもね、展示されてた、いいじゃん、うん、世界的アーティストの髪型になれたんだから、うん、だいぶ良くなったかな、普通にして買おう、こっちの筋肉ちょっとこの辺、綾波っぽい感じだよ、どちらかっていうと、うん、前見てごらん、これを前に持っていくと、うん、前に流してこうすると綾波カップなのよ、うん、かる、うん、こうこっち側にこういう方向で入れると綾波カップの束にする、わかる、うん、こういう顔で前髪を持つとこう刺さってるからね、今前向いてみて、まあ可愛いよね、だんだん良くなってきたね、だんだん良くなってきたね、そう今パサってるから、そうなんだよ、枝毛も切っていかないといけないし、とりあえずね、草間弥生から、だから草間弥生と綾波レイがいかに近い存在かっていうのが立証されたね、うん、可愛いよね、彼女いるやんか、彼女いるよ俺、うん、すげえ450人なんだけどアクティブ何これ何これびっくりしたんだけど、450人なんだけど、アクティブが、みんなやってないのかな、もう終わっちゃったの、なんでこんな増えたの、終わっちゃったんだよ、終わったのかな、なんだろうね、何を期待しているの、何を期待してるの、やめてくれラジコン、うん、ボーズとかねえからボーズとかないよね、うん、かっこよくしてもらってるんだから、かっこよくしてもらってるんだから、ちょっと一回濡らしてきてもらいたいかな、うん、髪が固くなってきたから濡らして来て、うん、はい、うん、ちょっと、あ、一回髪の毛これで落とそうか、うん、こっちでちょっと見せていいかな、うん、こういうとこに、いいよいいよ、あとで洗えばいい、うん、コロコロと、よし、一回濡らす、ちょっと軽く濡らしてきて、うん、そうなんだよ、ショートヘアってね、美人しか似合わないんだよ、あ、そう、それは女の人が一番知ってるよ、和道の配信がみんなに認識されてきた、あ、再評価されてるのかな、どうなんだろう、もう前髪とかないから俺、頭頂部から始まるから、トップから始まるからね、トップからトップヘアから始まるスタイルだから、いいな前髪、俺も前髪欲しいんだけど前髪ないから、トップないから、これぐらいで大丈夫かな、あ、いいよいいよ、椅子は1位、おお、やばいよ、ここやっちゃった、耳かけないでほしいから、
やっぱね、あの、ノンタン、すっげえ綺麗なストレートだから、パーマはやめてほしいかな。うん。うん。てか、ストッパーかけたいぐらい。うん、今日、この髪型は。あのね、ウェーブかかってると難しいんだよ。やっぱ上級テクニックなんだよね。うん。あ、後ろの方濡らしてきて、もうちょい。はーい。うん。すごいな。美容師ではないですね。天才物理学者です。うん、天才物理学者。すごいよ。狭いよ、うん。みんなが普段見てる配信、あそこから配信やってる。俺、あそこが配信部屋っていうか。で、この本棚の仕切りよく見るでしょ。この本棚の仕切りの裏はベッドなの。ベッドなの。部屋すごい狭い。向こうの、あの、モニターの、あそこに引っ掛けてんの、上のところに、カメラを。で、こう引きで撮ってるっていう感じ。こういう。今日は、美容師配信だから、髪の毛切り配信だから、あえてここにした。S1-1 どうだろうね。こんな感じ。うん。向きは向き。このままで。うん。いや、こっち上向いてほしい。こっちは、そうっす。結構白が多いね。47になると、そうだね、苦労してきた人生の重みが違うからね。その辺の若造小娘たちとはね、紆余曲折あったから、まあ、ほぼ部屋の中で2チャンネラーと戦ってたんだけどブログはね、ちょっとね、見に行ったりね荒らしてみたり、うん、ああそんな悪くないわ、うん、なんかプロバイダー版になった。プロバイダーバンドかなったことあんの、うん、嘘、すごい。プロバイダー変えないといけないの。 IP バンってやつでしょ。いや、あのプロバイダーバン、ここのプロバイダーは使いません。へえー、やば。半年ぐらい書き込みなくなった。すげえ、何したらそうなるんだっていう、うん、連投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 。上向いて。巻き込まれる時もある。近所の人が荒らすと、そこら辺のプロバイダー意識に規制がかかって、嘘、プロバイダー規制です。へえ、超迷惑じゃん。そう、近い IP にやられちゃうんだ、うん、同じところの機種使ってる人はみんな規制かかってる、避難所に避難しない、難民しか来ない、難民掲示板みたいな、規制難民掲示板みたいな、ずっと難民だったのか難民キャンプに。いいね、うん、あ、いいな、あ、分かってきた分かってきた、はいはいはい、そういうことだ、うん、分かってきた、大丈夫。草間弥生から一気に可愛くなった、うん、草間弥生ゾーン危ねえな要は目の、わかった。ここあるじゃん。眉毛と目の間の、このギリギリを攻めると草間弥生になるわ。これ覚えといてみんな。ここ。この、
この目と眉毛の間ギリギリを攻めると草間弥生だわ。そこを超えると急に可愛くなる。ね、可愛くなったでしょ？可愛くなったでしょ。あーよかった、危ねー、ほんと焦った。彼女が草間弥生とかマジシャレになんねえかんな。いいじゃん、俺好きだけど、好きだけど絶対バカにされるでしょ、うん、お前草間弥生かよっていう、うん、あーよかった。神だ、神だ、残念な。俺好きだよ、でも草間弥生、うん、人も好きだし、草間弥生に和道さん抱いてって言われば抱くかもしんない。小野陽子と草間弥生は抱くかもしんないよ。あと、三輪明宏も男だけど抱かれるかもしんないよ。本当に和道は可愛いわね。ちょっとこっち来なさいよ。ほら、和道くんズボン脱いで。可愛い。ピカチュウ。ピカチュウ。良いと負けの歌、良いと負けの歌ですよ。ちょっと上向いて、うん、いいね、分かってきたよ。今日なんか劇団みたいにやってたさ、うん、あったね、うん、個人ハウスみたいなね、なんかあそこ夢で見たんだけど、え、昔ね、そう、うん、高円寺とかよく行ったことあんの？全然違うな。嘘、あそこを見て、だから食いついてたんだ、うん、なんかここ何やってるところなんですかって、なんで食いついてんだろうと思って。今度行ってみる？どんな夢だった？何の夢だったの？なんか椅子がいっぱい置いてあったの。え、中わかんの、うん、どうしよう、のんたんが急に劇団員に私なるとか言い始めたらクソ笑うんだけど。言いそうだかんな、うん、私やりたいこと見つけたよ、ワドさん。劇団員だ。ちょっと面白いな。やるやる。下北とか行ってさ、うん、ちっちゃい劇場とかで、うん、劇団なんとかに入っちゃうといきなり、うん、似合いそう。コミュ障の人ほど舞台とかハマるからね、うん、あの表現できる喜びっていうかさ、向いてるんだよ。どれ、こっち見て、上向いて。あ、やべえな、第二の草間弥生来たな。やべえよ、第二の弥生が来たんだけど、どうする。ちょっと向いてみて、一回通り越したのに第二の草間弥生が来たんだけど、難しいんだけど、弥生ゾーン、第二の草間弥生が来たんだけど、どうしよう。あれ、さっき良かったのに弥生ゾーンが来た。なんで弥生になるんだろう。なんでちょいちょい弥生が出てくんの。似てるんだよ、きっと。似てるんだね。だってさ、もうパッて見て、こっち。草間弥生でしょ、これ。水玉模様を描く。うん、あれ、おかしいな。あれ、弥生ゾーン入った。弥生ゾーン入ったな。さっき抜けたんだけど、可愛かったんだけどな。ちょっとね、頬骨が出てるから、笑わないで、いや、違う。それはいいの。うん、笑わない。口角上げないで、いいってすんで。じゃあ、ダメだ。口角、無表情になってみて。で、横向いてみて、正面向いてみて。弥生感が出るな、どうしてもな。目がでかすぎるんだよな。こうしたらどう？あ、こうしたら別に。流したら別に、うん、大丈夫だね。そうだね。こうしたらいいね。こうしたらいいね。うん。あ、分け目がなかったからか。あ、これいいじゃん。うん。うん。うん、軽くない。うん。うん、だいぶすっきりしたね、うん、いいじゃん、うん、流したらいいね。よし、じゃ仕上げに入ろう。またね、あとドライヤーかけたらまた感覚違うから、うん、染めないと。Thank you.
向いて、今度。うん、正面向いていいよ。こっち側向いて。ん？こっち側向いて。うん、そう？うん、目の大きさとか、梅津和夫。目、超でかいんだよ、のんたん。梅津和夫のキャラって、ホラーって言われてるんで、同業だからね、これディスな感じ。さらっとハッチディスった感じ。大丈夫だよ。黒くなったら変わるから。どうしよう。さらに草間弥生になったら面白いんだけど。弥生。もう、そしたら、小手半草間弥生に変えようぜ。弥生たん。弥生たんに変えよう。ここがな、なんか、ウェーブが薄いね。あ、クミタ、おやすみなさい。おやすみ、クミタ。どうだろう。横向いてみて。うん、横、反対側。こっち側がね、なんか跳ねてるんだよね。パーマの癖が強くて。しょうがないよね。これでいいか。完成でいいですか。黒くしよう。さあ、黒くしよう。この辺もうちょっとすくか。どうですかね。可愛くない？うん、あ、一旦枠切るわ。あの、確定させたい。リスマン。それなんか時間とかで。時間とかであるから、一回枠切るわ。じゃあ次は染める配信にします。じゃあ、のんたん完成なんで皆さんに見せてあげてください。はい、こんな感じになりました。こんな感じでーす。反対側は？こんな感じです。ここちょっと跳ねちゃってんだよな。うん、しょうがないね。アーマーの部分が跳ねちゃった。しょうがないね。うん。うん、かわいいよね。どれ？かわいいよね。うん。いいよね。どう？オッケー。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 うん。よし。じゃあ一回放送切って次は染める配信やります。髪の毛落としといて。はい。彼女です。お母さんじゃありません。じゃあ一回切ります。皆さん5戦目ありがとうございました。お疲れ様です。おっつでーす。なんかみんなバイバイしよう。お疲れ様でーす。トリオツでーす。トリオツでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。